い、次にこちらが芹沢インストラクターの2作目、今回ベストに5月度は2作目の芹沢インストラクターが入りましたの作品です。おめでとうございます。これもね、もう絶妙です。ひまわりのこの花びらを取って入れた感じとか、なんかね、もう要するにこの色に合わせる、ポイントの色に合わせる、もうこれがね、この色の持ってき方が最高なんですね。で、空間に入れてくる花で、それが咲いた時にどうなるか、でそこまで計算されている作品ですね。これも素晴らしい作品です。はい、次に、はい、こちら、高橋照美インストラクターのこちらも2作目の作品です。これはニューサイランの流れ、それから、ユリのまとめたところとニューサイランの流れと、そこから出てくるカラーですね。もうこのね、雰囲気、この雰囲気がものすごくこうバランスといい実用なんです。はい、やっぱね、こういう組み方ってなかなかできないんですよ。このね、ニューサイの動き、よく見てもらうと分かるんですが、この葉っぱに切り込みを入れて、そこに葉っぱを刺していくみたいな、まあ、こうやってやっぱりね、動きを作っていくんですね。ただただビュッビュッビュッって流すのは誰でもできるんで、そこのこの組み方の組むことによって、そこにインパクトが生まれます。そのインパクトをどう使うかっていうところがやっぱり重要だと思いますね。はい、本当素晴らしい作品でした。最後に、こちらが対馬サイコインストラクターの作品が2作続きます。1作目、こちらが、花束の作品です。これもこのお花の上にニューサイのループを作って、そこからこう花を見せるテクニカルの部分と、まあ一歩一歩の花の動きですね、これ完璧に入ってるんです。もうね、そのアウトラインの作り方のこの葉っぱの間引き方とか、葉っぱの持ってき方とか、ラインの出し方とか、丸め方とか、まあ、そういうところが完璧に入るとこういういい作品が見えるんですね。で、まあ、これも花束なんで、ぜひね、皆さんもこう真似をして一緒に作ってみるといいと思います。こういうのは見本になる作品ですね。次、これはアレンジですね。このアレンジもこのアウトラインの枝の使い方とか、ほんとこう絶妙に空間を作っているんですね。その中にこう植物の動きが、違う動きが入ってきて、もうね、これもうさっきから完璧しか言ってないですけど、完璧な作品ばっかりです。まあ、エノフラワーのこのベストに選ばれてくる作品は、本当にみんなね、これ以外に素晴らしい、本当にこうつけがたい作品いっぱいあるんですよ。僕ね、僕独断でこれ決めてるんですけど、まあこれもっと思うものいっぱいありましたが、そうするとね、もう本当に何十作になっちゃうんで、こう結構厳しい目で選んでます。なので本当、エノフラワーの会員さんの皆様の作ってる作品はどれも素晴らしいと思います。ぜひね、エノフラワーで学びたいという方は、まあ、これは宣伝ではないんですけど、お問い合わせください。本当にうまくなれます。あと講師活動もしやすいのがエノフラワーの特徴なので、ぜひエノフラワーで実践はしてみてください。ではね、また次回、来月のベストフラワーは発表したいと思います。またお会いしましょう。 See you next time.